はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ続きをやっていきたいと思います。とりあえず出てモンスター退治ですね、行きましょう。まあ、仲間がね6人になってるんで、これいきなり後ろから奇襲されたな。こいつらもう前に出ないとダメで、バーバラはハルベルト装備させてるから大丈夫。でラファエルもただ前に出ないとダメだよね。カモエたち覚えてなかった今。あ、こいつスピアがあるのか。あ、テオドールか。てか、ラファエルとテオドールってさ、髪の色とかが違う、色違いキャラじゃん、実は。この戦闘画面だと。まあ、所詮はモブキャラだな。まあ、モンスター、また全員倒していきますか。グレソでしょ？で、大弓でしょ？で、ホークはバートラックス。バーバラはハルベルト。で、テオドール、アイアンソード。で、ラファエルはスピアと。これで全員攻撃ができますね。で、ただ、モンスターが1体だとね、本当に攻撃する人が1人になっちゃうんで、この場合だと、その武器レベルが上がるのはテオドールだけなんで、素早さが多分、行動順には関係してると思うから、行動順が遅いと、パラメータの上がり方的にきついのかな。テオドールとかラファエルとかもここだけのイベントだからね、まあ、正直いらないっちゃいらないんだけど、かといって毎回毎回さ、こう前へ出るとかやるのもめんどくさいからね。まあ、ヒットポイントとかね、まあ、そこら辺の基礎パラメータは別に行動しなくても上がるは上がる。多分行動した方が上がりやすくはなるけど、今のところそうすると誰だろう。グレー一番最初に攻撃したね。さっきはクロディアだったけど、テオドールやっぱり強いな、速い。ホーク遅そう。クロディアが一番遅かったか。で、右に宝箱が見えるので、あれ回収したいね。というかまあ基本的には全部回収したいんだけど、1体だけとか、まあ、こういうね1体だけ戦闘とかもあるんでね、これ6人さ入れてさ、結局2、3回攻撃したらもう終わりでしょ。この画面が長いよね。戦闘能力アップで、敵は頻繁に戦うんで、まあ、カットしてますけどね、そういう時は。またこいつかよ。固定かな。中にはね、その固定敵みたいなのがいるんで。でも一般の敵だからな、これは、所詮。ちょっと宝箱2つ回収したら、また早送りしますか。一応、モンスターは全部倒してから、探索はしたい。グリーンスライムの方が弱いよね、どう考えても。で来るとは。これテオドールとラファエルだけでなんとかしてたんでしょう。まあ、できるね。ぶっちゃけ確かにテオドール1人でなんとかなりそう。このくらいだったら120円。あそこの宝箱も取って、まあ多分金だね。むしろ2人の方が早そうだよね。6人でいたぶるような相手じゃないでしょ、こんなの。ゲミスターアックスは確かにミスりそう。結構重量装備だな。で、本当は最終的にはだからアルベルトと、あと1人どうしようかな。あ、川の帽子だった、全然違う。ホークとかに装備させる。川の帽子よし、 OK 1上がったけど、じゃあこっからちょっとモンスター退治しますか。
じゃあ140円を回収したところで、あらかたもう倒したかね。そんなにモンスターは密集してなかったんで、まずこの辺ちょいちょいちょいと、だいたいこの扉開けたところにいるんだよね。でこの青いドラゴンが吹雪吹いてきてね、結構強い。これが一回テオドール食らってね、120くらい食らったのかな。人によっては死んじゃうんで、まあ、先手必勝で倒していこう。バトルアックスね、ミスるね。弓はだいぶ当たるようになってきたけど、バトルアックスがまだまだかなりミスる。クローディアだから普通に強くなってる。今のところホークとかバーバラより全然強い。またこのペアか。クローディアしかも速いし、弓で先制しよう。うん、速いね。確かに速いし、もう一発で倒せるから普通に強キャラだな。バーバラがちょっと弱いな今そうすると。でまあラファエルはねめっちゃ弱いんだけど、それもしょうがない、もともとそういうキャラだから。もう一体か、同じ、ずっと同じだな。ダメージは食らわずして倒したい。バーバラとか吹雪食らったら死んじゃうし。バトラックスにするか。グレソの方が早かったね。け、寝た。厄介なものを使ってくる。ゴーとか。72円、お金はそこそこ持ってるな。じゃあ下に降りましょう。ここはどういうあれだ。マイカ戦いながら進んできます。あ、そっか、寝るとなんかずれるんだよね。バトラックスまだ全然上がってないからね、ちょっと上がってほしいんだけど。起きた。じゃあちょっと上がったので、上がったらセーブだな。なるべく正面で戦いたいからね。けっ、フレームドッグとか、これ確か炎がね強いんだよね。基本的にこれ属性攻撃が強いから、な、炎入ってきたり、なんか吹雪入ってきたり、雷入ってきたり。その代わりヒットポイントは少ないから、やっぱり先手必勝で倒すべき。ゲ、5で倒した。56円、月光族がいる。月光族何系なんだ。ゴブリン系かな。これなんか割と混成されたモンスターたちだね。まあ、敵が多い時はね、こうやって仲間が多い方が進みは確かに早い。いや、ラファエル弱いわ。一応ね、仲間がいっぱいだと、このテオドールとラファエルは仲間にならずに物語を進めることもできるんですけれども、なんか入ってた方がその解決した時にいい感じになるんだったかな。あとほっといてもね、勝手に解決するんで、勝手に解決するんだけれども、ちょっとこれはやっておきたいイベントではあったということですね。やはりグレソは火力が出る。まあ、防御してても60でしょ。バトラックスより強いからね。そう考えるとテオドール自体はやっぱり強いんだな。リメイク版だとね、もうちょっといろいろとキャラが仲間になるんですけど。け、あいつが後ろにいるな。こういう時クローディアがフレームドッグを攻撃する。まあ、防御してればそれでいいんだけど、
仮にね遠距離で炎を打ってくる体勢になっているとちょっと怖い。きたーかー92。やっぱり食らうな。クロディアの攻撃は遅れたか。しかもミスってるし。あと回復魔法か。魔法キャラ最低でも1人作っておきたいな。どうしよう、バーバラあたり魔法覚えさせるか。これどっち、この中でいいのかな。しかもあいつ待ち構えてんだけど。モンスターってさ圧倒的に数が多いじゃん。まあ、すぐ選別できるけど、こんなのがさ街になだれ込んできたらさ一般人はひとたまりもないよね。てかそもそも一般人ってどれくらい強いんだろう。だってラファエル見習い騎士とはいえ普通の人に比べたらさ強いわけ。てかさクローディアヒットポイント1なんだけどギリギリ残ったな。ラファエル一人で戦えって言われたらこのイモムシみたいなやつだけでもちょっと苦戦しそうだよね。どうしようかな。まあいいや、中入ろう。あー宝箱か。ちょっとやっぱり陣形がずらされてる。クレイが一番後ろに行っちゃうと結構厳しいな。2ターン前に出ないといけないからね。ラファエルスピアで倒したか。戦闘に出る頃には戦闘が終わってしょう。まあ武器もね、そのアイアンソードとか一番最初の武器を使い込む前に他の武器に変えちゃうからね。結局レベル15まで上げるのって結構大変なんだよね、一つの武器を使い込むっていうのは。これは160円。イモムシ。クローディアでもヒットポイント100超えたか。このイモムシもさ、まあ、一応人間よりちょっとでかいよね。まあ、デフォルメされてるかもしれないけどさ。うわ右だなこれ。右の陣形だとグレイは前に来るのか。そうするとテオドールがちょっと面倒だね。まあ何かしらの武器は持っておいた方がいいのかな。槍なり魔法なり。あスピア前に出ちった。まあいいや終わるから。こうやってクローディア一番前に出てたら1でも食らったら死ぬからな。まあ、これなんていうの、腕力からこう順番に上がっていくんで、魅力が上がった後になんか上がるっていう動作をすると、まあ、武器だっていうのが分かるんだけどね。魅力アップの後にもう1回転してくれると結構嬉しい。ヒットポイントが最初かな。ヒットポイント腕力お素早さ知力みたいなこう感じに来て、で最後は魅力で、さらにその後が武器とか魔法とかのアップになるんで、ハルベルトだな。もう1くらい上がってほしい。おバトラックスセーブで、大体この回はじゃあもう制圧かな。ちょっと上があるね、まだいるか。
いっぱいいる。ちょっとこいつら倒してこう。よし、じゃあ倒しきったので宝箱開けて20円かい。まだいる。結構長いな。通過できるかな。動かないし。こっちにおびき寄せよう。おびき寄せてああいけたいけたいけた。こいつはスルーしよう。で下に降りると、このフロアが最後かな。1体とかね、もうちょっと早くこうパッ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 パって攻撃選べれば楽なんだけど。左上の方にもね宝箱見えたから。う、道のりは遠い。ちょっとまあ戦ってみますか。じゃあよし、200円。ここはアイテムのルートだったね。右側に行かなきゃいけないかな。この階段を降りてきたんで、あ、もうちょいちょいね敵はいるんで排除しながら進んでいきましょう。クローディアずっとヒットポイント1で頑張ってるからね。瀕死の状態なのに戦わせるってちょっとひどいパーティーだよな。傷口あるのに使ってあげないからね。決定権はやっぱりグレイにあるのかな。いや、傷薬はまだ使わない。ヒットポイント1なのにかわいそすぎる。女性に対して厳しい。こ
こいつ倒したい。うまく。ラミアとかもね、最初見たとき、け、強そうって思ったけど、全然強くないからね。大弓で一撃。大したことないな。まあ、戦ってればね、やっぱりそれなりにお金は貯まってくるんで。これ右はあれかな。あ、全然違った。脱出ルートかなと思ったけど、単に行き止まりだった。またちょいちょいモンスターがいるな。排除していくか。じゃああらかた倒したかな。いた1匹。いや1匹どころじゃねえ、3匹いたし。突き進んでいこう。ここがボスっぽいね。ちょっとセーブをして。5000円あるんだ、結構あるな。まあ、ちょっとボスっぽいって言っても所詮ただの雑魚だからね。グレソが決まれば多分一発だよね。ハレベルトじゃ無理でしょう。大弓どう？無理だな。これで倒せる。超弱い。そんなにね、なんか中ボスっぽい中ボスがいるわけじゃないんで。お、ただレベルが2つとも上がったね。これはでかいな。で、後ろには宝箱があるんだったかな。まあ、金だと思うけど、300円、300円、600円、まあそれなりだね。じゃあここはもう用済みなんで。てかモンスターが出現したって言ってるけどさ、ここの施設みたいなのはどういう理由でできたんだろう。なんかの廃墟みたいな感じなのかな。廃墟にモンスターが住み着いたみたいな。こいつもね、ただの鹿だからね。まあ、ただあの角で刺されたらそりゃもう串刺しになるよっていう感じはするけど、この時代はあれかね、まあ、術っていうのは確かに あるけど、拳銃みたいなのはないね。そういえばトマホークとか使えればもうこっからトマホーク撃っちゃうんだけど、宿屋寝てないからな。そういえばだから遠距離攻撃は弓か、弓でなんとかするしかないのか。逆に現代人からすると弓っていうのが馴染みがないからね。なんかアーチェリーみたいなのは、まあ、ちょっと遊び場とかにあったりするかもしれないけど、弓そのものは撃ったことないでしょう。しかも弓って意外に力使うんだよね、なんか聞く限りでは。これそうそうそう、ちょっと下の方にあるんですけど、金貨が5771でジュエルっていうのが別であるんですよ。で、要はジュエルっていうのが1万円、ジュエルが1になるとそれが1万円なんですけど、あくまでもね、金貨はね9999円までしか持てないんですよ。だその9999円から敵を倒してあの金貨を手に入れても結局それはジュエルじゃないんで、もうそれ以上持てないんですね。なので9999円持ってる段階で敵を倒しても、まあ、お金的には無意味と。じゃあどうするのかっていうと、結局武器屋とか、道具屋とかで物を売って金貨をジュエルに交換する必要があるんで、そこがまたね厄介なところですね。長いダンジョンとかになると、あ、終わった勝手に戻ってきた。そう、長いダンジョンとかになるともう金貨が持てなくなっちゃうんで。君たちの協力のおかげで目的を果たすことができた。ありがとうグレイさん、いい勉強になりました。これで他の騎士たちも目を覚ましてくれれば良いのだが。グレイ様おめでとうございます。グレイ様ならばきっと手柄をお立てになると信じていました。
君には借りができたな。なんかくんないの？あなたも騎士団に入られてはどうですか？いや待って、何も報酬なし。これでラファエルを騎士に推薦できる。まあいいか、あの600円くらいもらってそれなりにお金貯まったから、まあ、一応このイベントで一旦じゃあ騎士団領もおさばらですね。でクリスタルシティ、ローザリア地方に戻って、アルベルトがまだいたらちょっとアルベルトで、シフがいたらシフも入れちゃいますか。まあ、アイシャー入れて、なんだろうな、大地の剣のイベントをやってもいいんですけれども、そうするとね、前衛があと1人しかいないから。そうだよ、ゲッ。そういえばスピア外すの忘れた。まあいいや、スピアくらい奪われてしまった。どこへ帰る？ブルーエーレ、あれどこだったっけ、ブルーエーレか、ブルーエーレに行きましょう。まあ、50円だったら大丈夫でしょう。 そんなに金がかかってるわけじゃないんで。バーバラ術を覚えさせようかな。そうすると前衛はね、もう完全に攻撃キャラにしたいんで、魔法を使っている余裕がないんですけど。ブルヘールじゃねえし、騎士がいるね。グレイ様探しましたぞ。ラファエル様がピンチなのです。ミルザブールの牢獄に入れられて裁きの日を待っています。どうかラファエル様をお助けくださいって。さっき手柄を立てたばっかじゃん。まあ、これイベントが進んでいるっていう証拠なんだけど、もうそれやる？あ、ここにいた。間違えたけどたまたまいたわ、ラッキー。でもう別に開けとく必要はないんで、僕はローザリア公国、イスマス公ルドルフの子アルベルトです。グレート呼んでくれ。モンスターの大群にイスマス城が奪われてからあちこち旅してやっとここまで来ました。一緒に行こう。あ、もうナイトハルトには越見したんだね。これからナイトハルトに越見するんですみたいなことを言ってくると、まあ、クリスタルシティだからか、バルハラントから来たシフって言うんだ、この辺りは信頼して力を貸せる骨のある選手はいないみたいだねと。目の前にいるぞ。大した自信だね。それじゃあ一緒に旅してその力が本物か試させてもらおうか。あいよ。で6人になって、まあ、グレー前衛、ホーク前衛、アルベルトは剣を使わせたい。でシフ下げて、バーバラ下げて、クローディア。で外シフを何装備させるかだよね。あ、皇帝陛下は病に倒れる。これも進んでるのか。ちょっといろいろとイベントが進み始めましたね。やることがいっぱいだな。クリスタルシティに行ってアクアマリンも回収したいんだよね。ガーラルスピアが買える。買いてー、これ買おう。でスピアはじゃあシフに装備させよう。アイアンソード4、いいね。ガーラルスピアで、バーバラちょっとクリスタルシティに行って水の魔法を覚えさせよう。で、ブルーエーレだと、そうか、船に乗らなきゃいけないのか。1200円、200円までだったらいけるね。どこだっけ、ブルーエーレじゃなくてオービル、オービルか。50円、いまいちね。ちょっとまだ町の名前が、ブルーエーレとオービル覚えれば、で左がエスタミルでしょ、まあ、北エスタミル、エスタミルはね、南北に分かれてるんで。あ、ここだここだ。でちょっと出てクリスタルシティに行きます。あ、そうで、アルベルト仲間にしたんで、イスマス城のイスマスのね地図を持ってるので、イスマスに行けるようになりましたと。でちょっと一回寝よう。で300円使ったのか。あー、クローディア、クローディアと。今の声はオール、帰ってくるんじゃ時間がない、迷いの森に帰らなければいけない、オールが呼んでいる。まあ一緒に行くと。仲間だろ俺たち。まあこれずっとこれやってればね、とりあえずなんとかなるんで。で右の方に魔法屋さんがあるんで、ちょっとそっちへ寄りましょう。
ここは水の魔法、火は忘れてしまいますと。で、まあ癒しの水だね。ちょっとバーバラにそれさせましょう。はい、まあ力の水もやっときますか。ほい、あとはウォーターガン、これもやっとこう。ダメージバーバラと、あとカエル、あカエルね。毒消しの水、これもやっとこう。でこれ魔法一つ覚えるごとに一応使える回数がね一つずつ上がっていくんで、デフォルトが3だったかな。1個買うと3で、1個買うごとに1プラスされていくという感じなので、まあ、戦闘でね上げていってもいいんですけれども、ちょっと待って、今1回も使えない、1回も使えないね。もう1回寝よう。でまたオールに呼び出されるからね、懲りないよな。時間がないとか言いつつね行かないからね。でちょっとクリスタルシティにいる、まあ偉い人ナイトハルトに謁見をして、ちょっとアクアマリンが欲しいんですよね。でなんだお前たちはということで、アルベルトがいるとローザリア王国、イスマス城、ルドルフの息子アルベルトですと。身分確認とかしないからね、顔パスか。まあ、アルベルトとかだったら確かに顔は知れてそうだからね。お久しぶりでございます。謁見してねえじゃねえかお前。アルベルト、アルベルトか。生きていたのか、今までどうしていた。積もる話をした。また後で来てくれ。僕の両親がニーサ神殿に葬られているそうだ。じゃあ行こう。まあ、行く必要ないっす、はっきり言って。別に祈るだけなんで。頼みがある、聞いてもらえるかな。まあ、喜んでと。私の祖先がクリスタルレイクの洞窟でアクアマリンを隠した。世界に2つとない宝石だ、それを取ってきてくれ。ふっ、わかった。こいつ口調がちょっと統一してないよね。なんか突然丁寧になったりさ、なんか突然ぶっきらぼうになったりさ、よくわかんない。で、クリスタルレイクに行けるようになっているので、じゃあちょっとアクアマリンを取りに行きましょう。まあ、セーブしてから行きます。ではクリスタルレイクですね。クリスタルレイクはまあちょっと左に行って、あと下に降りていけば、まあ、洞窟の道がありますので、そちらを目指していきましょう。アルベルトか、そっか、アイアンソード弱そう。シフはガーラルスピア買ってあげたんで、あとアルベルトだね。まあ普通の片手剣を使ってはいきたいんですけど、さすがにアイアンソードをねずっと持たせておくにはいかないんで。回ってくるか、回ってこなかった。まあ、コツ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 上げていきますか。左から結構隊列が乱れるんだよな。ここは早草切りでちょっと対応していこう、後ろにいるやつらは。アルベルト一応早草切りのアイアンソード、1とか弱え。加入したてのね仲間はどうしてもこういう状況なんで、まあ、その分シフはそれなりかな。まあ、ガーラルスピアを買ってあげたって言ってもそこまでの火力ではないか。やっぱり武器のレベルだね。36か、大弓ミスったのは痛い。本当は大弓で敵を倒して終わらせる予定だったのに。ヒットポイントも81しかない。まあ、
クリスタルレイクでの戦いを経てどれだけ強くなってくれるか。仲間がね6人になったからね、速度的なところも考慮していかないとアイアンソード自体が上がらなくなっちゃうからね。ある程度の戦闘を重ねたら誰が最初に攻撃してくれるのか把握しとかないと。アルベルトちょっと遅いかな。4体くらいいれば1ターンで始末できる感じにはならないんで、まあ普通に攻撃してって大丈夫だね。やばい、死ぬ。あと一発食らったら多分死ぬぞ。アルベルトまだ前衛を任せるだけのヒットポイントと攻撃力がないからな。いやでもアルベルトにはねやっぱ片手剣を使わせたい。なんとなく完全にイメージで言ってるんで。武器はこれどうする、トマホーク投げちゃおうか。でバーバラ前に出てアルベルト早草切り5回か、微妙だな。このやつ強そう。そんなことないわ。あとは半魚人、トマホークいっぱい使えるからトマホークにしよう。対立が乱れてもね最悪技で対処できれば雑魚戦に関しては大丈夫なんで。おお、すげえ、こんなやつらが泳いでるのか。クリスタルレイクにはレイクっていうような名前じゃないよね。モンスターだらけだし、まあ、基本的にこの世界モンスターだらけなんで、よく人間住んでいけるようなっていう感じのモンスター数がいるからみんな魅力が上がっていくな。こっから上陸ができますね。すげえ魚だらけだな。まあそりゃさ、ナイトハルトもここ来るのめんどくさいよね、こんだけモンスターがいたら。でここに入る入り口があるのでそちらを目指していきます。あ、宝箱がいきなりある。金かな。またといえばさ、バーバラ水の魔法覚えたんだった。回復しとこう。回復する前に戦闘が終わりそうだけど。終わった。80円。あの雲はあれか、水の中も動けんのか。あんまり水の中動けなさそうだけど。ちょっとバーバラはそうだね、水の魔法を使っていきますか。回数6回もね心もとないんで、使う前に終わるかんな。仲間が多くなるとどうしてもねこうなっちゃうんだよね。
ういう敵がさ1匹とかしか出ないとき、まあ、最初の1人2人で攻撃が終わっちゃうんで。やっぱクローディアだな。クローディアホークあたりが早い。また素早さが上がってるし。こいつとかね入力してる時間の方が長いでしょう。みんなの武器を。さてこの宝箱は120円、なんかだいたいセットになったよね。なんか200円セットみたいな。お、発動した。88。これはあれ、前回まで回復したってこと、それともそもそも88しか回復してないってこと。なんかゲームによってはなんていうの、最大ヒットポイント以上には回復しないみたいな。うん、102になってんな。ちょっとわかんねえ。もともとのアルベルトのポイントがいくつだったのか把握してないけど、ウォーターガンとか1回使ったら終わりだからな。力の水、これでいこう。アルベルト、クローディアとホークが速い。これはちょっと分かってきたな。アルベルトとシフィ遅めだね。43、倒した。力の水が、お、水上がったね。力の水がどれくらい攻撃力上がるのかよくわかんないけど、ガーレルスペアも上がった。ちょっとセルしよう。うわ、ではまあ多分ここがアクアマリンの前のボスでしょう。大体ね、でも普通の敵なんだよね、ボスって言っても出てくるから。しかもそんなに強くなかったと思う。 2,3 人で攻撃すれば型がつくと。バートラクス、うん、2発だね、楽勝。よし、アクアマリンをゲットしたので、ナイトハルトに私に行きましょうというところなんだけど、これは渡さない。アクアマリンはね、結構ね有用なんですよ。まあ、ディスティニーストーンの一つで、装備欄シフトとかがいいかな、適当に、頭に装備するやつなんですよ。で、防御力とか全く増えないんですけど、まあ、水のアクアマリンと呼ばれてるだけあって、炎のね魔法をね無効化してくれるんで、これはね結構使い道があるんで、まあ、褒美をもらえないんですけれども、アクアモニーはこのままもらっちゃいましょうということで、戻んなきゃいけないんだけど、まあ今回はじゃあここで終了して、次回はちょっとクリスタルシティのところからやっていきましょう。裏で戻っておきます。
じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。